心に聞いてみた。後悔してないですか？全部やりきったって思い残すことはないって、本当に本当に言えますか？さよならよりありがとうと言える恋をしてほしいよ。あなたが夢見てた理想の恋ってなんだったっけ？いいことばかりじゃない、教科書にも書いてないよ。こんなことで諦めれるほど簡単な気持ちだったの？自分の心に聞いてみて、それでいいんですか？傷つくことに恐れたり、触れる前に失恋して、そんなの終わりと言えますか？やるだけやがってダメならその時泣けばいい。朝まで付き合うよ、誰にも負けない気持ちが、信じる気持ちがあるならもう少し涙